はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。東京オリンピック招致をめぐる、疑惑について説明したいと思います。2013年の9月、皆さんも覚えてますね、あの歓喜の東京招致決定ですが、その2ヶ月前に東京の招致委員会からブラックタイリング社と言われるコンサルタント会社に1億円が払われ、決定が決まった翌月にも1億3000万円、合わせて2億3000万円がこのブラックタイリング社というコンサルタント会社に払われたとされています。しかしこのコンサル料、一体これ非常に短い期間で2億円を超えるお金、何したのということが問題になったわけです。そしてこのブラックタイリング社という会社ですが、調べてみるとシンガポールの公営住宅に入っている、これ明らかなペーパーカンパニーと言われています。かつこのヒンディー語ではこのブラックタイリングスというのは黒い金を洗浄するという意味なんだそうです。ですからフランス当局は汚職と資金洗浄の疑いで捜査をしてきたということですね。改めて整理をしますと、こういうことです。東京招致委員会からブラックタイリング社に2億円を超えるお金が渡り、そしてこのブラックタイリング社を紹介したのが電通さんです。そしてイアン・タントンハンというブラックタイリング社の社長、これ誰かというと、パパマッサタ・ディアクさんという国際陸連のコンサルタントと親友で、そして彼の親父さんが、どこに、会場を決めるか、その投票権を持つですね、国際オリンピック委員会の委員であるラミン・ディアクさんなんですね。ですから、この招致委員会から渡ったお金がですね、票を買うために、まさにオリンピックを買うために使われたんではないのかということが、今回の疑惑の根幹でありまして、3年前これを私国会で取り上げましたが、その時は問題ないということでやり過ごされてしまいましたけれども、改めて今回フランス当局が予審手続きに入りましたので、竹田会長、そして電通をはじめとする関係者は説明責任をしっかりと果たすべきです。玉木チャンネル登録お願いします。